じゃあ、無夢という字に行きますね。まず草冠。3分の1あたりのところから上を長く下を短く。少し上の位置から。その下に幅は少し狭くして、横広の、4を書くようなイメージですね。間隔を揃えて閉じます。この隙間より狭くてもいいぐらいですね。和冠をかなり大きめに書いてもらっていいかな。そしたら中心よりも、この U は左からスタートします。中心からじゃなくてね。45度少し横に持っていったら、左の線に平行に持ってきます。半分より上に点を書いてください。